4年前、やはりその、堺市が大阪市と九州合併されて堺市の名前がなくなる可能性かなり高いということで黙っておれないということで去年必死になって応援させていただきました。ともかく織田信長時代以来その都市国家堺と言われたそういう町が堺区とかいうごとき陳腐な名前になることは断固許せなかったんですね。本当にしかしまあ大阪都構想そのものが夢のある大阪府民全部がこれは素晴らしいこうなった方がいいと思うようなことならそれはそれなりにいいんだけども全くそういう可能性がゼロです。どんだけ勉強してもかなり勉強しました。そういうことから言うと何のために大阪都と言おうとしてるのか、もう大阪市と合併したその人口から言ったって横浜市よりはるかに少ない。やはり東京都に匹敵するような人口があってそれは今の大阪府が全部一つになれば僕は大阪都と言ってもいいんじゃないかなとスケール感から言うとですよ、スケールよりも中身ですけれどもそういったことから言うと今回その対抗馬がそのことに対して一切言及してないからさっき先生もおっしゃいましたけどもそれは偽り、鎧の下に何を隠すのかちょっと忘れましたけど、なんか隠してるとしか思えない。だからやっぱりここはどうしたって竹山市長に3期目を進めてもらわないと堺市が変な風になりますよってことを心から言いたいです。僕は別に堺市に住んでません。東京から来ました。それは何で来たかっていうとやっぱり堺市は僕にとっては本当にまあ恩人と堺市がなかったら今の僕がないというぐらい堺に僕のそのなんていうかサッカーに関わる発祥の源であるからなんです。だからこの今10歳ですけども陸上高校に入ったのは15歳、15歳で初めてサッカーを始めて65年間サッカーを自分の人生の一部としてここまで多くの人に助けてもらってここまで来ました。そういうことから言うと堺市という名前は僕にとっては大切な名前でこの名前がなくなっては困るという心から願ってるから竹山市長をしっかり応援してるんです。で竹山市長はもちろんこういう功績があったこういうことをやってきたというのは僕は何も言う必要がなくてパンフレットを読んでいただければ分かることでしょうけれどもまあ、やはり僕としてはそういうこととは別にまた J グリーン堺という日本でも一番の素晴らしい施設を作ってもらってまあスタート以来延べて500万人の人がそこに来てくれていますけども去年の実績では約80何万人来てるということは2200人、365人で割ると2200人毎日そのスポーツ施設に行ってるということでこんな施設は日本中ありません、はい、でそういうのがまたそのお客さんが入ろうか入る前がその施設が堺市に対して毎年3100万円お支払いしてます、納入しています。そして収入が増えればその率に半分してというか比例してその金額を払います。ちなみに去年はそれが1200万だったから全部で4300万円市に還元してました。そういうことでこれからさらにそういう利用する人がどんどん増えていくと思うんで堺市に対してそういう貢献をできてしかも世界中の人っていうよりアジアのサッカーファミリーがサッカー J グリーン堺でサッカーをやりたがってるプレーをしたがってるそういうことでそういうものを皆さんにぜひご理解いただいて僕は本当にこの竹山町でやってこられたことの一端しか申し述べてませんがもうまずやっぱり一番その最先端に僕にはあるのはやっぱり堺の名前を堺市の名前をなくしてくれるなこれにつきます。ということで皆さんぜひそういう意味があって竹山市長を再度市長にしていただくよう心からお願い申し上げまして私のお話をさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。